バフタング・ゴメラウリは、ジョージアの政治家、国家保安庁長官、内務大臣を歴任。1975年12月24日に、トビリ市で誕生。2003年に、ジョージア国立体育スポーツ教育大学を卒業。1994年に、国家保安庁の特殊部隊に入り、戦闘ユニット長となった。 2003年4月1日から2013年3月22日までは内務省公安警察に所属し、ビジナイバニシビリ首相の警護隊長も務めた。2013年3月22日から内務次官に就任し、2014年12月11日に第1内務次官に承認。2015年1月26日、アレクサンドレチカイゼ大臣の辞任に伴い、 公認の内務大臣に就任。2015年8月1日、ゴメラウリは国家保安庁長官に就任。ゴメラウリはジョージアが直面している危機としてイスラム国とロシアが占領しているジョージアの領土について統制が取れていない状況を挙げた。階級は国家保安中将。2019年9月8日、二度目の内務大臣に就任。 ゴメラ売りは国の安全レベルの向上と犯罪捜査の有効性を高めるために内務省を改革することを公約した。改革の中心は刑事警察局、特に捜査部門に焦点が当てられた。また刑事訴訟法の改正も計画された。ゴメラ売りはジョージア語、英語、ロシア語を話すことができる。ゴメラ売りには妻と子供二人がいる。ありがとうございます。